はい、どうも、松尾修造のこれ知ってますです。よろしくお願いします。今日はですね、コカ・コーラのレシピ。コカ・コーラって原液があるんですよね。で、それをこう薄めてコカ・コーラしてるんですけど、そのレシピ、都市伝説ですね。レシピはほとんど2人しか知らないという都市伝説とかありまして、まあ実際に伝説ではですね、その、噂ですよ、伝説ね。コカ・コーラのレシピは、文科不出でコーラ社の知ってる人は社長、副社長が代々引き継いでいる、ね、これはまあ真実はですね、人数そしてどういう役所の人たちが含めて全くそのレシピをしているとは明らかにされていないそうです。で、社長並び副社長はそのレシピも知らないということでね、これは公式な回答が来ているそうです。それからコカ・コーラのレシピは、そのメモは本社の金庫に大切に保管されている。これはですね、実際にコカ・コーラ本社のジョージア州のアトランタにあるんですけど、ワールド・オブ・コカ・コーラで特別な、施設の中で保管されている、そうでございます。まあ、ただこちらの入手されたのが2011年12月、それ以前はアトランタの信用金庫でやはりね、保管されたそうです。それからコカ・コーラの秘密は厳重に守られていて、その原液は本社が届く、まあ、アメリカから届く。世界各地の死者は原液の製造に関われない、死者は水を薄めるなどしてボトリングをしているだけなのであるという伝説がありまして、これはですね、コカ・コーラの原液についてはアメリカ以外でも製造しているところはあるそうです。日本国内にも1カ所、滋賀県のなんと原液工場があるんですね。これびっくりです。1回行ってみたいですね。まあ、コカ・コーラにまつわる伝説非常にね多いですけど、まあ、人気があるんで、やっぱりね、いろんなこういいことを言う人もおれば悪いことを言う人もおるんです。まあ、マクドナルドもそうですけど、いろんな噂がありますけど、まあ、人気があるとまあやっかみと言いますか、出すんでしょうね。松尾修造のこれ知ってます、僕もこれ知ってますが、人気出てきてやっかまれるぐらいになりたいな。全然視聴者いないんちゃうか、やばいぞ。ありがとうございました。